こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回はお盆休みに帝国ホテルのサービスアパートメントプランハイフロアで5泊した時の動画です。帝国ホテルは来年2024年6月から大規模な建て替え工事が計画されているので、現在のタワー館に宿泊できるのは今しかありません。ではどんな滞在になるのでしょうか。早速ホテルに入っていきましょう。はい、部屋に今入ってきました。すごい明るいお部屋です。一応ですね、今回のお部屋ですね、はい、帝国ホテルのこうした T 字になっているこの赤いところですね。前回はこの T の部分の方にね、泊まったんですね。線路がここに走ってまして、 JR の線路が。で、今回は前回こっち泊まったのでっていうので、反対側をね、はい、お部屋をあてがってくれました。はい、なのでどんな景色が見れるか楽しみです。はい、入ってすぐこうして姿見がありますね。そしてその横にはね、クローゼットがあります。はい、こちらですね。クローゼットを開けると自動的にこうして電気がつくので、とても見やすくなっています。今ちょっとそちらはね、僕たちの荷物すでに入れてしまっているんですけども、こうやって棚があるので、小さなねスーツケースとかもね、この上に置くこともできます。そしてハンガーが 1,2,3,4,5、 ズボンをかけられるクリップ付きのハンガーが5つ、そして上着をかけるハンガーがね5つ、合計10個あります。下を見てみると、靴のブラシと靴を拭く布と靴べらがついていて、そしてこちらね、荷物を置く台、これ折りたたみができる台が1つ置かれています。そしてスリッパが2つあります。こちらにね、セーフティーボックスがあります。2段に分かれているので、まあ、大きなものはねちょっと入れられないんですけども、まあ、携帯とか iPad とか、まあ、パソコンもね、下だったらねちょっと入りそうですね。はい、じゃあ一旦こちらを閉めて、はい、じゃあそのまま部屋に向かいたいと思います。部屋の全景はこんな感じになっています。はい、ツインのお部屋ですね。今回スタジオタイプの、ハイフロアをお願いしました。前回はね、スタンダードフロアだったかな、ちょっと低い階層だったんですけども、今回ね、ハイフロアの方が少しセールをやってまして、通常料金より安く泊まれました。はい、じゃあベッドから行きましょうか。はい、ベッドはね、前回すごい寝心地が良くてね、このベッド欲しいって言ったぐらいなんですけども、はい、枕が2つ用意されています。そしてクッションがね1つありますね。はい、枕もね、はい、こちらとても柔らかい枕、こちらが少し固めの枕と四角いクッションになってますね。そして、パジャマですね。はい、2ピースになってます。ズボンとね、こう上着になっているので、まあ、寝ててもね本当に着崩れしないんですよね。僕このタイプ本当好きなんですよね。結構ガウンだとはだけたりとかねしちゃうんですけども、はい、枕元には2つこうしてコンセントがあります。パネルがあってね、これで全部ねエアコンとか照明とかアラームとかね、全部ここで操作することができます。はい、こちらがですね読書灯ですね。はい、あとこちらにもランプがあります。スイッチを入れるとですね、これ少し時間を経ってほわーっと明るくなっていきます。こちらですね、ここのホテルにはもう大きな空気清浄機があるんですよね。シャープの空気清浄機、前回ねサブスクのルームサービス頼んで、もう毎日ねカレー食べてて部屋がカレー臭くなったんですけどね、すぐこれが匂い取ってくれました。はい、なので結構強力だと思います。はい、足のスイッチをね、はい、ここがあるので、これを踏むと、はい、電気がつく感じになっています。なのでね、枕元にも照明がありますし、はい、ね、読書灯もありますし、結構ね明るいと思いますよ、夜も。はい、こっちもねランプがあります、上に。で、窓際ですね。はい、こんな感じに椅子がね2つ用意されています。そしてしっかりとしたテーブルがあります。はい、こちらのね景色を見ながらね椅子に座ってくつろぐことができます。前回は銀座、そして下の JR が見えたんですけど、今回はですねどんな景色が見えるんでしょうか。開けてみましょう。だいたい1時の方向ですね。有楽町の駅が見えます。
左に回していくと目の前にはね宝塚の建物が見えますね。そしてその奥にはですね、はい、向こう側なんですけどね、皇居が見えるんですね。はい、これはね前回見えなかったのでちょっと嬉しいですね。皇居が見えるというのがね、お堀も見えてね、あの緑の屋根がね今見えていますね。はい、そしてもう少し左を見てみるとですね、日比谷公園がね少し見えます。はい、こんな感じでね、はい、今 JR 走ってますね。新幹線もここ走るので、はい、結構ね面白い景色になると思います。こういった感じで、あの帝国ホテルの部屋は少し突き出た形になっているのでね、あの普通のホテルより結構広い範囲でね景色を見ることができます。そしてこの机がね広いんですよね。はい、前はねこの上でルームサービスとかね食事を2人で取ったりしてたんですけどね、はい、もうほんと食事も取れる十分な大きさのテーブルです。はい、でそして椅子もですね、これ椅子というよりも一人掛けのソファーって感じですね。こんな感じです。2つもあります。はい、そしてこちらテレビがあります。でこちらに収納があります。はい、引き出しがね、大きな引き出しが2つあります。水がついています。今回1リットルの水をつけてくれています。はい、富士ミネラルウォーターですね。これは助かります。はい、飲み物は何がついているんでしょうか。ちょっと見ていきましょう。ティーバッグですね、紅茶ですね。はい、紅茶が2つあります。グリーンティーも2つあります。コーヒーですね、帝国ホテルのコーヒーも2つあります。はい、クリーミーカフェプラスというのが4つついてます。お砂糖も4つついてました。はい、でこちら側にですね、はい、湯沸かしポットがあります。今回サービスアパートメントの特典で、あの下のランデブーラウンジでね、まあ、コーヒーも飲めるんですよ。なので、まあ、自分でお部屋で飲みたいときは、まあ、こちらのコーヒーね。外に行った帰りとかね、ちょっとコーヒー飲みたいなと思ったらラウンデブーラウンジに行けばコーヒー紅茶飲むことができます。下に行きましょうね。はい、こちら開き戸があって、まあホテルの冷蔵庫なんですけど、とても綺麗ですね。すごい新しい感じがします。買ったばっかりみたいなね冷蔵庫になってます。で、ね、こちらの戸を開けるとですね、はい、カップとかねこうして引き出すことができます。コーヒーカップが2つ、そして、グラスがですね2つついてますね。はい、隣はデスクになっていて、こっち座り心地がかなり良さそうな椅子がついています。こちら電気スタンドがねついてますね。電気つけることができますので、結構広いスペースでね、はい、作業ができます。はい、こちらも引き出しがね3つついています。小物とかね入れるといいんじゃないでしょうかね。はい、こちらの引き出しにはね鏡が入ってました。ネットスピードをね、はい、もうここにいる間に測っちゃいましょう。いつ、ダウンロードがね 366Mbps、 かなり速いです。アップロードも 356Mbps、 これはかなり速いと思います。バスルームね紹介してなかったので、バスルームこれからね紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、バスルームはね洗い場付きの方を選択しました。こちらの洗い場付きじゃないタイプもあって、カーテンでね仕切るタイプもありますが、早めに予約するとねこちらの洗い場付きを選択できます。まあ、せっかくなので、ね、ちょっとお風呂の方を紹介したいと思います。お風呂はねすごい綺麗なんですよ。はい、結構深さもあって長さもあって、はい、結構ゆっくりできるお風呂ですね。そしてシャワーがね普通のホテルだとこの上にあるんですが、この上じゃなくてこっちですね。はい、こちらにねシャワースペースがこうしてあって、下にはこう椅子もね用意されていますね。座りながらシャワーを浴びることもできます。上にこういった固定式のシャワー、アイランド方式っていうんですかね、こうやって打たせるようにね流れてくるシャワーと、こういった手持ちのシャワー、はい、これがあるので、ほんとね隅々まで洗うことができます。一応シャワーの下のシャワー、はい、すごい水量です。これ普通のシャワーなんですけど、このタイプすごいマッサージみたいなタイプとね強力ですね。これこちらもねちょっと出してみたいと思います。すごいお湯の量です。
そして、こちらですね、はい、バスタオルが2ついてます、はい、そしてこれがね、はい、しっかりね密封されるんですよね。だから中でいくらあのシャワーバシャバシャ浴びてもこちら側にね流れてくることはありません。そしてトイレはオシルトになっています。はい、これ助かりますね。下にはねこういった洗濯カゴとかね、カゴがあるのでね洗濯物ここに溜めたりとかもねできそうです。でゴミ箱があって、でこちらもね椅子があるんですよね。スツールがあって、こういったタオルをねかけてくれてるので、まあ、お風呂でちょっと汗かいたままここに座って髪の毛を乾かしたりとかねすることもできます。はい、これもねタオルも変えてくるんですよね、お掃除の時に。はい、で、寝巻きとは別にこういったガウンも用意されているのがねこの帝国ホテルの特徴です。お風呂上がりってねやっぱり汗ばむのですぐ寝巻きに着替えるんじゃなくて、こういったガウンでねしばらく過ごして汗が引いたら寝巻きに着替えるということができます。あとはこちら、はい、タニタの体重計がついています。ホテルでねあのこうしてずっと置いてくれてるというのはあの親切ですよね。両脇にライトがあるので、それもかなり明るいライトがありますので、とても明るいので見やすいですね。はい、下には洗面台があります。はい、帝国ホテルのね、また石鹸が一つついています。はい、あとコップが、はい、こうして2つあります。はい、アメニティをね紹介していきたいと思います。こちら左からシャンプーですね、コンディショナー、ボディーソープ、ボディーミルク、4種類揃ってますね。あとはね、はい、あのアメニティがみんな箱入りになってるんですよね。はい、こちらヘアブラシとなっています。お、すごい、こんなヘアブラシがね入ってました。ちょっとなんか頭のマッサージにもなりそうなヘアブラシですよね。これが2つあります。今度はボディタオルがあります。はい、体を洗うタオルですね。はい、結構しっかりめのタオルがついてますね。はい、カミソリが1つついています。はい、こちらカミソリになっています。3枚刃となっています。あとこちら、シックのねシェービングフォームがついてるんですよ。ホテルとかってジェルが多いんですけどね、しっかり泡が出るやつだと思います。はい、こちらはヘアキャップ、まあ、これは開ける必要ないかな。こちらレディースアメニティ、ゴムですね、ヘアのゴムですね。爪のやすりですかね多分、まあ、あとはかかとの少し角質を取ったりするのもできるかもしれません。あとこちら、あ、マニキュアクリーンですね。マニキュアをこれで、取ることができるんですね。あとこちらコットンですね。コットンが3枚ぐらい入っています。はい、これがセットになってますね。女性はこういったあのアメニティがあるといいですよね。じゃあ歯ブラシいきましょう。帝国ホテルの歯ブラシ。こちらもね、なんか木の歯ブラシになってますね。もうここはもう完全に木ですね。はい。なので、これも環境を意識してるんでしょうね。あと、歯磨き粉もこうしてついています。はい、綿棒。普通の綿棒が片方のやつと、まあ、片側はね、耳かきになってたりとか、綿棒の形がちょっと変わってたりするものがついています。アメニティはね、以上になります。ハンドタオルが2つあります。はい、引き出しを開けるとですね、パナソニックのね、ヘアドライヤーが1つ入っていました。はい。こちらにもね、ちょっと小さめのタオルがね、はい、4つ用意されています。以上こんな感じですね。このホテルで、5泊ですね。はい、帝国ホテル楽しんでいきたいと思います。それでは部屋からは以上です。日曜日の8時ですね、朝食をねいただいてきました。朝刊もね、はい、部屋に刺さってました。夕刊もね昨日刺さったので、はい、朝刊と夕刊もついてるみたいです。はい、こうして食パンが一つと、コッペパン。まあ、これは日替わりなんですよね、多分ね。食パンとかも、まあ、全粒粉パンだったりとかね。コッペパンもね、少し種類が変わったと思います。で、マフィンもね、こうしてついてます。これを、トースターでね、焼いて持ってきました。で、今回ハイフロアに泊まったので、こうして無料の朝食ついています。それと、ハイフロアでね、変わったなと思ったのが、コーヒーマシンがついてるんですよ。コミュニティスペースに、はい、これ今コーヒー入れてきたんですね。そして製氷機もね置いてるんです。なのでアイスコーヒーもできます。あとこちらバナナはね
あそこのビッグカメラとかね、あの辺、昨日ね、ちょっと歩いてて、ルミネがあるんですけどね。で、そこの成城石井で、バナナと、そしてヨーグルトね、買ってきました。まあ、これも一緒にね、朝食といただきたいと思います。今日はですね、ズームで打ち合わせがあるので、ホテルの特典である会議室をね、使わせていただきます。8人ですね、一応8人座れる広い机と椅子が用意されていて、ホワイトボードもね、はい、前に用意されています。これでね、水もくれました。一人でも貸してくれましたね。レギュラーフロアだとこういうのがついてないので、もうその点でもハイフロアの方が本当にお得だということが分かりますね。今日で帝国ホテルチェックアウトなので最後に動画を撮っています。チェックアウトがですね、お昼の12時なのであと1時間あります。でチェックアウトの前にね、今回5日間泊まって、気づいた点とかね、良かった点とか少し述べていきたいと思います。こちらが料金表になっていて、今回はですね5日間のプランで、こちらのハイフロアというプランにしました。少し値段が高いんですけどね。ただ今回インペリアルクラブで会員になっていますんで、こちらのインペリアルクラブ、特別会員2023年7月31日で販売終了と書いてるんですけどね、はい、こちらでね申し込みました。申し込んでね、すぐ僕動画作ったので、僕の動画見てくれた人はですね、多分申し込めた方もいるんじゃないでしょうかね。はい。こうしてね、時々、お得な情報とかあったらね、動画上げてるのでね、よかったらね、チャンネル登録とかね、しといてください。で、本当はね、18万3千なんですけども、11万円で泊まりました。しかも、今、お盆の時期から泊まったんですね。12日に、クルーズ船がね、横浜に到着して、もう本当、お盆真っ最中なのでね、ホテルどこも、ハイシーズンなので高いなと思ってたんですけども、こちらのサービスアパートメントは、そういったハイシーズン関係なくね、値段一定なんですよね。で、しかもこういったキャンペーンやってたので、5泊で11万円ですね。2人で泊まったので、1泊2万2000円、1人当たり1万1000円で泊まれた計算になりますよね。そう考えると、帝国ホテル、このハイシーズンに1万1000円で泊まれたっていうのは、お得だったんじゃないでしょうかね。帝国ホテルがね、このようにね、2036年完成予定なんですけども、来年からね、改装工事が始まるので、まあ、今のね、この形の帝国ホテルに泊まれるのはね、本当に今だけなんですよね。なので皆さん、これ動画見てる方でも、改装される前の帝国ホテル、まあ、泊まりたい方はね、まあ、ぜひね、まだ空いてるので、ぜひよかったらね、こういったプランもご利用ください。あと、そうですね、プールですね。プールとジム。前回泊まった時はまだコロナ禍だったので、人数制限があって、毎回予約しなきゃいけなかったんですね。まあ、コロナがもう終わったということで、これがね、もう撤廃されてましたね。これはすごい助かりました。これもね、レギュラーフロア前回はね、タダだったんですけど、今回がね、1100円かかるようになりました。まあ、これはね、だんだんホテルの値段が上がっているので仕方ないですよね。ただ、ハイフロアとかだと、無料で使えたのでね、僕はちょっと無料で使わせていただきました。あと、ルームサービスですね。前回はね、30泊の時、ルームサービスこれ利用したんですね。6万3000ぐらいだったかな。今ちょっと値上がりしたんです。それでもまあ、30泊で7万5000円だったら、まあ、1日2回頼むとしたらですね、1回あたりのルームサービス1250円になります。これはかなりお得だと思います。5泊だと半額にしかなんないんですよ。なので、これちょっと値段設定がね、少しちょっとお高いなって感じがして、今回はね、注文しませんでした。なぜかというとですね、3万7500円を、もし5日間、1日2回頼むとしましょう。1回あたりの食事が1人3750円になります。3750円って結構高いですよね。はい。なので、今回はね、ちょっと見送りました。はい。これがね、2000円ぐらい切ってくれるんだったらね、ちょっと考えようかなと思ったんです。さすがに3750円毎食は高いです。これだったら、正直、ルームサービスを頼みたい時に、正規の値段でね、サブスクにするんじゃなくて、正規の値段で注文した方が安く済むと思います。本当にね、安くて美味しいご飯屋さんがね、本当に周りたくさんあるので、3750円出すんであれば、まあ、周りでね、美味しいところを探して行かれた方がいいのかなと思います。
昨日もね、有名なすき焼き店のランチを行ったんですけど、1人、2750円だったのでね、はい、このルームサービスより安いですよね。あとやっぱりサービスアパートメント、どんどん今長期滞在のねホテルどんどん今なくなってる中で、他のホテルでもねサービスアパートメントあるんですけど、やっぱり帝国はねサービスが本当にいいと実感しました。チェックアウトするのはちょっとねまた寂しいんですけどね、また機会があったらね帝国ホテルぜひ利用させていただきたいと思います。はい、それではこれからチェックアウトして次のホテルに向かいたいと思います。現時点で第4期サービスアパートメントの5日間の方はまだ空きがあるようです。また第5期の募集が11月22日水曜日から始まるようですので、建て替え前の帝国ホテルに宿泊したい方はぜひチェックしてみてください。いかがでしょうか。新しくなる帝国ホテルもきっと素晴らしくなると思いますが、今の帝国ホテルもすごくおすすめです。では今回の動画は以上です。もし今回の動画が良かった、また参考になった方はいいねボタンも押していただけると励みになります。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。